はい、どうもアメリカトラックドライバー哲です。今日はですね、朝引き続きフォートストックトンラブスからテキサスですねから出発しまして、インターステイト15を東へと向かっていきます。そしてこのひたすらですね、荒野の大地を引き続きね、でこういう風に左にメサがね出てきたりしてですね、こういう風景がねずっと続きますね。でアリゾナではね、あのメサももちろんあるんですけど、このテキサスとアリゾナを比べた場合ですね、荒野の大地ではあるんですけど、サボテンがですね、あのアリゾナのああいうオルガンパイプカクタスみたいなああいうのはないんですよね。あまりね見ないですね。あまりというか多分おそらくないと思いますね。このとにかく10号線で、東に向かっていく途中には、オルガンパイプカクタスは、ないと思いますね。見ないですね。こういうブッシュのような植物、枯れたようなドライな植物とかですね、サボテンはあまり見ないですね。あるとしたらうちはサボテンがあったような感じですかね。やはり違いがねありますよね。アリゾナ、ニューメキシコ、カリフォルニアも含めて、カリフォルニア、アリゾナ、ニューメキシコ、テキサスと来るんですけど、東へ向かってやはりかなり変わってきますよね。まあざっと見ではその荒野の大地で似てはいるんですけども、微妙にやはり変わってきますね。植物がね、その自生してる植物がねやっぱり変わってきますね。そしてねこの辺はそのサイン、黄色いねあのサインがよく出てるんですけど、鹿がねよくね引かれてるんですね。倒れてたり、死んじゃったその鹿がですねものすごい見ましたね。でまあちょっと撮ったり、しては見たんですけど、ちょっとあまりえげつないもんだなと思ってですね、乗せるのはやっぱりやめましたね。ちょっとかわいそうな感じもあったので、この道端にかなり鹿がですねぶつかって倒れたりとか、引かれてですね肉片になったり、あのねそういう風景もよく目にしたり何回もしてますけど、まあちょっとねあまりいいもんじゃないので、まあかわいそうな感じもあるのでね、映像にはちょっと収めなかったですけどもね。この辺はとにかくね10号のこの、そうですね、この荒野の大地はもう鹿がですね、小鹿が特に多かったですけど、引かれてたりね、ぶつかって倒れて死んでたりとかですね、よくありましたね。あとコヨーテなんかも倒れてましたね。ぶつかったんでしょうね、車にね、夜とか多分夜行性動物でしょうから、夜とかに跳ねられたり、なったんでしょうね。かなりとにかくその鹿とコヨーテが引かれているのが一番多いみたいですね。ですからそのトレーラートラクターの方もですね、フロントに、そういう動物、が当たった時にフロントのバンパーとかですね、ボディが、傷つかないようにですね、パイプのようなガードをですねつけているトラクターも結構いますね。そのダメージを防ぐためですね。あとまあ鹿の嫌がるピーとね鳴る音を、笛のようなものをつけてる人もいますよね。そういうのも売っていますね。鹿が結構、アメリカは鹿が多いですからね、そういう工夫も、したりしてですね、トラックの運転手の、ちょっとした気遣いといいますか、ガードを、ね、守るためにもそういう工夫をして、いますね、トラックドライバーさんたちはですね。
でこの荒野の大地は引き続きずっとですねサンアントニオの方まで、続いていきますね。ひたすらひたすらですね。で今日はですね、このフォートストックトンを後にして、サンアントニオの町の先の、ラブスへと、行く予定で走っております。まあ約350マイルぐらいですかね、今日はね走る距離がですね。今日はあまり走らないですけどね、っていうのはその次の日の月曜日の朝に荷物をお届けしますので、それはオースティンの方へ、行きますので、オースティンのすぐ近くにはラブスはないので、今日はひとまずはそのサンアトニオから、そうですね、オースティンの手前の、まあ、一番近いとこに、そこで休憩をしようと、そこで夜ね休憩ということに考えましたので、そちらまで行きますね。でこのサンアントニオの町ですね、テキサスの中では、2番目に人口の多い町なんですね。で結構大きな町なんですね。でサンアントニオっていうその、名前はですね、もちろんスペイン語なんですね。で英語名に変えるとですね、セイントアンソニーですね、セイントアントニーというのが英語名になりますね。で、サンアントニオはですねアメリカの中で7番目に人口の多い町ということになっております。それは2020年統計で載っておりましたね。だからサンアントニオはですねかなり大きな町ですね。アメリカの中でもかなり人口の多い町で143万人の人口ですね、サンアントニオ。かなり大きい町ですね。もうすぐ下ですね到着しますのでね、いかに広い町か大きな町かが分かりますね。はい、それでは引き続きどうぞ。はい、皆さん、ここからはですねレストエリアに立ち寄りまして、ここでですね、お昼昼食としました。 DOT の30分休憩を取りましたね、ここでね。で、これが私のお昼ご飯です。この電気鉄板でですね取りましたね。はい、これはですねもともとタコス用に、使うために用意してた、冷凍してた、ビーフとパプリカってですね材料です。でご飯に乗せて食べましたね。いただきます。
はい、皆さんお待ちかね、サンアントニオの町へ、県内へもう入りましたね。かなり規模の大きな町ですので、この町はですね、歴史がありまして、最初スペイン人の人たちが、入植してから創立300年、2018年の時で300年創立アニバーサリーだったらしいですね。創立、そうですね、建立という言いますか、1718年らしいですね。でこのサンアントニオはですね、外側のサンアントニオ県内を含めるとですね、260万人も以上もいるという、統計になっております。かなり大きな町だということがわかると思います。そしてそのグレーターですね、呼び方がですね、グレーターサンアントニオと言います。それは都市部の県内を含める、大きさのそのね、全体的に言う部分ですね。例えばロサンゼルスにしても、ロサンゼルス都市圏内をグレーターロサンゼルスと言います。その、ま、町の前にグレーターという呼び方をしますね。それは全体的な言い方ですね。町の周りも含めた、その総人口として表す呼び方となりますね。そしてですね、このサンアントニオシティはですね、2000年から2010年の間に、統計でですね、アメリカの大都市の中で最も栄えた都市のトップ10の中に入ったんそうですね。栄え方がですね、グローイングですね、街の栄え、成長とか栄えた街っていう意味でですね、トップ10に入ったらしいですね、この街は。ですからいかに成長の早く大きく、拡大していく街なんだなということがよくわかると思います。年が2000年から2010年までの間に、最もアメリカの中で栄えた街のトップ10の中に、入っていたということですね。この街はね、サンアントニオですね。でこういうね、立体の高速のね、作りがやはり、新しくできているんだなというのがやっぱりよくわかりますね。これね、こういう立橋のようなフリーウェイのこの高速のね、ループしてる部分とか結構多かったですよね。やっぱり都市の感じがね、やっぱり栄えてるんだなというのがよくわかりますね。数日前通ったエルパソもね、あそこもかなり成長してる街の一つでしょうけどね。でとうとう見えましたね。ここがね、サンアントニオのダウンタウンです。ビル群が見えますね。今左側の方に、これが右側の方に見えてきますのでね、左の方にカーブしていきますので、ダウンタウンを右の方に見えます。この先ですね、非常に興味深い街だと思います。サンアントニオ急成長した街ですよね。この街は本当に新しいと言いますか、どんどん成長して拡大して、末広がりな、だだっ広い街ですね。ここもね、ロサンゼルスも、まあ、末広がりと言いますけども、サンアントニオとか、まあ、ダラスにしてもテキサスはやはり土地が広いですからね、どんどん栄えて、規模も広くなっていくんでしょうね、この先もね。でこのままですね、10号線をイーストに行ってですね、サンアントニオの郊外の、ラブスへ、今向かって
ているところでですね、今日はそちらで早めに、休むことと、しましたね。そして都市部ですのでテキサスはですね、トラックがすごく多い、州なんですね。ですからトラックを止めるのが非常に難しかったりするんですね、トラックストップでね。ですから今日は早めにそこの部分も考えて早めに、トラックを止める確保しなければ、大変なことになりますのでね、ちょっと早めにね行って止める予定でおります。はい、皆さん、今日は少し早めのね夕方、4時ぐらいでしたけど、早めにこのラブストラックストップによってですね、この長いトレーラーを止めなければいけない義務がありますのでね、大変ですので、テキサストラックがねものすごい多い、盛んなね、州ですから、止めるのが大変だっていうことが、非常にねその部分が、まあ、とにかく大変なんでね、もう早く早め早めで行って止めなければですね、見ての通りですね。でもう埋まってたんですね、ここね。で来てみるとですね、ご覧の通りですね、もうぎっしりなっておりました。でもう止めれないんじゃないかと、もうちょっと半分諦めて他のトラックストップにどこかに行かなければ、このトレーラーをね明日の朝お届けですので、この辺にね近くにできればと思って来たんですけど、ちょっと難しいかなと思ったんですけども、ラッキーなことにですね、一つ空いてたんですよね。で止めれました。よかったですね、なんとかなりました。でこの後、ぐるっとここでね U ターンしてですね、反対側の方に空いてたとこに止めてですね、休むことができました。この後ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、どうもおやすみなさい。失礼します。また明日アップしますね。でね、この先です、この先をまっすぐ行ってですね、向かいの、今トラックがこちらに向かってきましたね。この先の方のとこに空いてたんですね、ちょうど前ぐらいに空いたんですが、そこがね、でそこのね、とこに止めました。でこの後シャワー入って、で食事もして、あとはゆっくり、しましたね。はい、皆さん、それではこの辺でご視聴ありがとうございました。失礼します。